リフィル、またはレフィルは、詰め替え用品のこと。従来は、ボールペンの会心ルーズリーフや、システム手帳の用紙など、主に文房具のみを指すこともあった。環境問題の観点から、他分野の商品でも普及してきている。単純に、中身入りの本体に比べ、安価で購入できるという消費者側の利点もある。医療の分野で、リフィルという言葉として、 ディフィル処方箋がある。液体製品の場合、主にパウチタイプとボトルタイプがある。詰め替えの際こぼさないように考慮しているためか、本体容量よりも若干少ない容量になっているものもある。顔の場合、注ぎやすさやこぼれにくさを考慮し、容器の形状や液体の粘土によって7種類のタイプのものを使い分けているという。機能面では、 次口を手で切れるスタイルが近年主流となってきている。その他にも詰め替えやすい工夫が続々と開発されてきている。例えば、次口の反対側にある角に向かって若干低く傾斜しているものなど。見栄えとしては、中身入り本体そのものの外装が写真やイラスト形式でリフィルのパッケージに描かれているものも登場している。瓶入り更新料の詰め替え用など、 主に粉末食品においては古くからあった。瓶入りインスタントコーヒーでは味の素ゼネラルフーズが2002年に袋タイプを発売し瓶が空いたら詰め替えようと啓蒙してきた。台所用洗剤、シャンプートリンス、ハンドソープなど日用品においても詰め替え用の販売が近年増えている。さらに化粧水やメイク落としなどにもある。 液体洗剤の詰め替え用は各社から出されていたが、粉末洗剤でも2013年に、顔からアタックダカカスバイオ EX 詰め替えパックが発売された。なお、小売店における販売スペースは限られているため、商品によっては中身入る本体のみ、詰め替え用のみ、のうちの一方しか置かれていない、消費者に不自由な状況も見られる。ソープ類は同一商品でも、 複数のフレーバーでラインナップを展開している場合があり、なおさらである。また、中身入りの本体と詰め替え用を同梱して売る反則方法もしばしば見られる。方向材やトリガータイプの商品では付け替え用という表記も見られる。ありがとうございます。